今回ご紹介するのは女優の橋本環奈さん。1999年2月3日生まれ。出身、福岡県。身長、152センチ。1000年に一度の美少女で有名な橋本環奈さん。歳を重ねるにつれてお胸も大きくなり、ムチムチしてきた感じがエロいと評判です。そんな橋本環奈さんは小学3年生の時にテレビに出たいと思い、母に頼み、福岡の芸能事務所に所属します。 はじめは地方 CM の仕事が中心でしたが、ステージに立つのも楽しそうだなと思い、2009年、事務所運営のダンスボーカルユニット DVL に参加、映画、奇跡のオーディションを受け、オーディション担当者から選別される形で、主人公のクラスメイト役の一人として映画初出演します。その後も事務所運営の児童劇団の舞台や、地元テレビ局のドラマに出演します。 2013年5月、地元福岡で開催されていたイベントにて知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の一枚と呼ばれる写真がファンの手によって撮られました。その写真がツイッターなどで急速に拡散。奇跡の一枚と言われたこの写真の拡散によって可愛すぎるローカルアイドルや千年に一人の逸材として注目を集めるようになります。 当の本人は自身のブレイクのきっかけとなったこの写真について良さが1ミリもわかんないとしており、撮影されたステージは当初メンバーから外されていたのを事務所の社長に直談判して出してもらったことを明かし、悔しさとかもあって表情に出てたのかなと思うんですと語っています。 バラエティ番組で1分間で箱から引き出されたフレーシャルティッシュの最多枚数に挑戦し、ギネス世界記録であった140枚を上回る157枚という記録を達成し、ギネス世界記録保持者となります。しかしその後に他の挑戦者により記録更新されてしまいましたが、いっぱい出しても橋本カンナさんがたくさんのティッシュをすぐに用意してくれるので安心ですね。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。